人は自分にかけられた言葉を信じ、それを現実化していく傾向にあるそうで、これをアファメーションと言います。今日はこれを使って自己肯定感に働きかける瞑想をしてみましょう。アファメーションの効果的なやり方は、言葉をかけるとき、頭の中ですでにそれが現実になっているとイメージすることです。例えば、元気になりたいというのではなく、私は今すでに元気いっぱいだと言ってイメージします。現時点でそれが本当ではなくても構いません。ただ、そうイメージしてみましょう。繰り返し行うことで、少しずつスムースにイメージができるようになります。それでは始めましょう。楽な姿勢で座り、肩の力を抜きましょう。鼻から新鮮な空気をたっぷり吸います。ゆっくりと口から息を吐きます。もう一度、さっきより深く息を吸います。ゆっくりと吐いていきます。これから唱えるフレーズを声に出して言うか、心の中で唱えていきます。一人称は、普段自然に使っているものに置き換えて構いません。それでは始めましょう。私は毎朝起きてエネルギーに満ち溢れています。私は健康で元気いっぱいです。私は自分のことを大切に思っています。私は私が大好きです。私は今の私のままで十分に特別で素晴らしい存在です。どんなことがあっても私は大丈夫です。私の心の中心部分はずっと幸せで穏やかなままです。私は自分の幸せに向けて行動することができます。私は自分のことを信じています。私は私に感謝しています。私は幸せです。私の人生はもう十分素晴らしいのですが、これからもっと楽しいことが待っています。アファメーションは続けることによって、少しずつ自分の意識の中に浸透して、考え方や物の見え方に反映されていきます。なりたい自分や状況をイメージして、言葉にして、自分に語りかけてみましょう。こんな風に、自分と自分の心を大切にする時間を、毎日少しずつ積み重ねていきましょう。このひとときに感謝して終わりたいと思います。